タイガース3点をリードしてこれから6回が始まります。4番サンド室丸図、今日ヒット1本のブロワーズ。これからタイガースが周囲に肉薄し、そしてセリーグを盛り上げるためには何としてもこのブロワーズのバット、これが火を吹くかどうかということになってくるわけですが、一枝さん、はい、このブロワーズ、まあ、今日はいずれも初球を打ってヒットとレフトフライという形になっていますが、まあ、どうしても、ね、インコースを攻められることを意識して、まあ、インコあちょっとこう開いてオープン気味ですかね。ちょっと今オープン気味ですね。それでもねベースの方へステップするんですよ、あ左足を。あ今そうでしたね。ただ今の見送った球を、ね、あまりこう意識して打とうとしない方です、ね、あそうですか、うん、ピッチャーの方が怖いんですよ、あのボールをストライク取るっていうのは、立つ位置はどうですか、一応さん。あのもうまあ問題ないですよ、前よりちょっとあのバッターボックスの、いやいや野村監督はね随分いや立つ位置離れてるというがどうのこうのっていうことではなしに、要するに1球目のように左足がベース板の方にステップしたじゃないですか、はい、だからそういう打ち方なんですよね。ということはアウトコース寄りを打つバッター、踏み込んで打つと、うんうん、いうことですね。バッターなんですよね、ただその日本の場合はインコースでどん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 ボール気味やボールやストライクがどんどん来るから、どうしてもインコースを維持さされてる。あだからその今ファウルしたのでもアウトコースには甘いのですよ、ストライクワンボール、まあ、ですからどうなんでしょう、一田さん、ずっと見てますと、まあ、野村監督曰くこのアウトコースの低めの球が届かないんじゃないかと、うん、いう話をね、届けという足は届くでしょう、うん、ただインコースもあるからなかなか、あ意識してれば届かない、うん、これこの辺でしょうかね。今の外を攻めてまいりましたサムソン、今のはボールでした。そのためにもやはりある程度その実戦ですからね、実戦でどんどんこういう風なあの大きななんていうか問題が出てきてるわけですよね、はい、実戦ではやはりインコースを打ってインコースをほってこさないようにしないと、三振、変化球でした。もしくはインコースをうまく見送ってアウトコースを打っていくとかね、どっちかにしないと、それはインコースは狙うけどもアウトコースは遠すぎるとかね、はい、そういう状態ではまだまだ、本調子に行くには時間がかかりますね。そうですか。ブロワーズヒットが1本出ましたがその後2打席は倒れました。ならばということでジョンソン、ここ2試合と今日のゲームヒットがありません。ジョンソン、ライトの左ちょっと詰まっていますが、これで2アウトになりました。今はジョンソン、伊集院さんどうだったんでしょうか、インコースのストレート、はい、ちょっと詰まりました、ね、詰まりましたか、やはり、まあ、初球に打つにしてはちょっといいコースすぎましたよね。この間も横浜でね1球目アウトコースのねそんなに慌てて打たないでもいいじゃないかと、カウントがフリーのカウントですからね、はい、でそれをレフトフライ上げたのがちょっともったいなかったんですけどね、5打席連続ホームランかっていう日ですけどね、はい、ライト線入りました。平塚2塁へ行きます。2アウトから平塚2塁だ。6回の裏タイガーススコアリングポジションにランナーを送りました。今日は甲子園3万6000人ウィークデーとしては異例の3万6000人、首位ドラゴンズを迎えたの一戦で野村監督動きます。あここでまだ早い段階ではありますが6回、いやもう野村監督の考えとしては早くないですよ。そうですか、うん、ここで矢野がヒット打って1点取れなかったらもう一回まだやり直しですね。もうどん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 これ詰めの段階入ってるわけですから。なるほど、野村監督がその走塁センスを非常に高く評価しております。高波もうぼちぼちはっきりしたその
要するにヒットを外野手、あの中日側もね、ヒットをどう抑えようかということで外野手は浅いですからね、はい、まあ、そういう意味ではそこをかいくぐってくるには平塚の足では、そういうことですね、はっきり答えははっきりしてるんでね、はい、6回で野村監督追加点を狙って矢野を打席に送り、代走高波お膳立てができました。もちろんその矢野最初のツーベースは見事でしたが、吉田豊彦をリードするヘッドワークも冴えております。打率は4割4分8厘。これはタイガースのチームの中ではナンバーワンです。坪井が4割1分4厘、ジョンソンが3割でした。俊足の高波です。ここで一江戸さん1点入りますと、もう大きくゲームがね、まあ、ダメ押しに近い1点ですね、4対0ということになりますからね。あ、まあ、よほどリベラが悪くない限り、はい、リベラは1イニング持つとしてね、とそうなるともうあと2イニングですからね。そうですね。ランナースタート。あー、この盗塁は失敗ですが、あー、これは盗塁してね、ホームスチールもしたいぐらいのところだったんですよ。あー、そうですか、うん、おそらくそのままレフトを守るんでしょう高波。しかし盗塁失敗に終わりました。